もはやどうにもならぬのですから、そのもののために、そのもののために、奉仕の気持ちにならなきゃならない、奉仕の気持ちにならなきゃならない。奉仕の気持ちになりはなったが、さて格別のこともできない。そこで線より本なら熟読、雨売りじじいと仲良しになり、鳩に豆なぞパラパラ撒いて、眩しくなったら日陰に入り、そこで地面や草木を